お、海賊たちが。え、めちゃくちゃなんか、大丈夫なの？あ、急用を思い出した。そうだ、そうだった。僕もう行かなきゃ。ここにルルがいるのね。そのびっくりした。なんかと思ったよ。やめて。なんで人の部屋におる？お、え、ねえ、かけらがあるんですけど欲しい。こういうのってさ、あれ？何やっけ？どれ？え、どこだ？これか。フックショットとかで撮れたりする？え、撮れんのかな？よ、そんな楽なことないか？ください。取れない。めっちゃ硬いよ。くそー。え、ね、ちょっとやめてや。クモかと思ったやん。え、てかそのルルとやらおらんけど。ねえねえ、おらんけど。毎度っぴ。わし、ゾーラ専門で商売してるっぴ。だからあなたはお得意様だっぴ。あんた、この部屋の人？わし、古風。古風じゃないわ、潮風や。にめっぽう弱くって、悪いけど、ちょっとだけここの場所貸してほしいっぴ。それにしても、ずいぶん散らかった部屋だっぴ。何かあったっぴ？まあ、そんなことはどうでもいいっぴ。それより、お客さん、緑の薬1杯40ルピーで売るっぴ。いや、いらないっすけど。なんだ、残念。じゃあ、また欲しくなったら声かけてくれっぴ。はぁ、あ。え？で、ルルとやらはいないの？ないな。ね、マジでさ、デクナッツたちのこの出てくる音とさ、スタルチュラの音似てない？おい、覗いてたな、今。待てよ。待てってば。どこまで逃げんの、あいつ。え、なんかここにも部屋あるよ。てか、どこ行ったの？ちょっと、ここが気になる。お、痛い。何ここ、店？お店だな。いや、今お店はいいんだよ。なんかこっちの上の方逃げてったよね。君か？ああ、ミカオだ。なあなあ、ルルって今何してるの？違う人かな。羨ましいやつだ。いつもルルと同じ空気吸ってるんだろ。それに俺の知らないルルのプライベートの顔も知ってるんだろ。いいなあ、合わせろとは言わない。写し絵でいいからルルのプライベートの顔を見せてくれよ。ほう。ルルのことなら何でも知りたいし、何でも欲しいんだ。わかるだろ？ファンの心理が。やっぱさっきのやつかな。か、ミカオとルルは恋人同士ってことでいいんやね、きっと。どこに行けばいいんやろ。あの辺なんか、火とかつけそうな気がするな。ねえ、ルルはどこにいるの？いなくない？マジどこ？から入ってきたってことないよね。え、あっちか。ってことはこっちは行ったことないところか。ん、なんか出てきた。うえ、びっくりした。誰？女の子っぽいな、今の。この先グレートベイの神殿、霧発生中のため遊泳禁止。なんかちょっと雰囲気違う感じよね。あ、待ってね。刀じゃないとダメか。刀、剣じゃないと。よし、オッケー。あ、待って。妖精じゃねえか。おい。え、こっち来て。ねえねえねえ。よしよしよし。さあ、これで。あの悲しげな顔は、あんたに何かを伝えたい。そんな表情ね。何？声が出ないって言ったよね。どうすればいいんやろ。
なんかそれっぽい曲あった？あれは癒しの歌みたいなやつ。え？癒しの歌。左右下左右下。左右下左右下。どう？これどういう効果があるやつやった？違うな。違うな。あ、じゃあさ、卵から生まれた、あの、ゾーラの赤ちゃんが伝えよった、潮騒のボサノバ？なんか全然、慰めるために聞かせるような曲じゃない気がするけど、なんか騒がしそうな気がするけど。でも子供たちが伝えたいことやけんね。母親に。いや、母親に伝えたいんかどうか知らんけど。で、まあこれやってみるか。左上左。待って待って。じゃあちょっと一文字ずつ覚えよう。え、ひ、う、ひ、み、し、ひ、み。今から。あ、合ってる？合ってます？リズムは違うけど。あ、やったー！潮騒のボサノバ。どう？何か。お？怒る？あ、歌い出した。声出るやん。何の実が鳴ってんの、あの木。なんか貝みたいなの鳴ってない？でもあれやんね。え、亀の背中。え、あのヤシの木みたいなの生えてるの亀の背中？子供は取り返したけど、ミカは死んじゃったんだよ。おー、なんか亀出てきたけど。目が覚めた？あ、この歌で覚めたってこと？目が。ふわー、よく眠ったぞーい。かわいい、この子。あー、お目目ばっちりやね。ついこの間目覚めたと思っておったが、月日が経つのは早いものじゃ。ノールルよ。ん？驚くことはないぞい。わしは眠っていても、この海で起きたことは全てお見通しなのじゃ。ってことはあれですね。ミカオが死んだことも、私がミカオではないことも分かっとるって感じやね。うん。どうやらルルは混乱しているようじゃな。まあ無理もないが。さてさて、残念じゃが、あまりゆっくり話をしている時間はないんじゃ。さあ、ゾーラの誇り高き戦士の子よ。沖のグレートベイがお前の力を必要としておる。早くわしの背中に乗るのじゃ。何？何の話してんの今。どこに連れて行かれるの私。なんか知らんが、グレートベイの神殿に行くっぽい。ミカ、これは一体。それに私の声。私どうしちゃったの？いや、知らないんすよ。え？どうやって乗るのね。ねえねえ。ごめん、めちゃくちゃ蹴ってる。ねえ、どうやって乗ったらいいの？あ、そうや。ルルルル、写真撮らせて。え、こんなタイミングでやけど。ねえ、写真撮らせて。これでいいんかな？めちゃくちゃバッチリ撮れたよ。待って、でもなんかちょっと若干切れてるの気になる。これで。オッケー。どうやっていくの？あ、今赤い丸出たな。なるほど、木の部分ね。急に目の前でミカオの姿じゃなくなったけど。あ、あの魚のやつや。これあの魚のやつ？おお、海賊たちが。え、めちゃくちゃなんか。
え、大丈夫なの？グレートベイの神殿、なんかついた。ありがとう。で、で、何をどうすればいいんだい？なんもない？この辺なんもなさげだな。進みますか。わあ、でっかい水車ね。うわ、なんかスタルチュラおるんやけど、埋めていただき、なんか水いっぱいあるけんゾーラになっとこう。多分その方がいいんでしょう。これに乗ればいいんかな。あ、全然乗れてねー。あ、あんなところに。ちょっと待って、よいしょ。はぐれ妖精を捕まえた、イエーイ。痛い、待って、乗らせて乗らせてよ。待って、この辺で待っとったら一緒に押し上げてくれる。オッケーイ。こっちにもおるんかい。あっちの一体しか知らんかった。ね、やめてよ。待って、ああ、何、キモ、うっ。キモい、キモい、キモい。ちょっと待って、こいつらこそあれやろ。うわー、ドアップで見たくない、全然。ほら、これでいける。どこや、そこか。よっしゃ、いけたー。キモーキモー。でもこれやったらね、あれよね、あの何、弓矢と違ってさ、減らんけんいいよね。あれ？ごめんごめん。で、ここから？あっちにジャンプは難しそうよね。そこの水流に乗るんか？乗れるこれ？あ、てか、あれ？待って。もしかしてどっかフックショット使える？え？使えない？弾かれる。弾かれる。ちょっと水流のとこ行ってみるか。全然届かねえ。いや、届いてはおるんかな。これなんかひねれる。え、何もできない感じこれ。あ、こっちの下にもなんかあるよ。うわー、もう時間がないんですけど。これ初日に戻ったとして、どこまでスキップできる感じかな。いや、スキップというか、どこからできる感じかな。いや、それによって私のモチペがもう全然違うんすよね。うわー、うん、届かんのか。届かん感じですか、これ。ねえ、これは？何もできんのかな。いやー、もうあとちょっとしかないんすよね。ん？なんか動いた？あ、なんか掴むって出た今。え、掴むって出たよね。あ、掴む。動かせる。ってことはあの上のやつも動かせるんかな。あ、引っ込んだぞ。水が出てきたわ。
どういう仕組み？ちょっと待って、今のあの推理は一体どこだ？ちょ待って待って待って、さっき水流が上がったのは一体どこですか？とりあえずそこに行くってことよね。これかな。あれ？これか？あ、こっちはさっきからあったね。こっちか。なんか上下しよる、めっちゃ。ねえねえ、全然いけんねんけど、どうやってやったらいいんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。多分この水流に乗って、向こうの足場に行くってことやろ？無理やって。無理やって、そんなことできんって。ああ、もうこれは初日に戻るしかないっすね。初日に戻りますか。よし。まあ、とりあえず、体力の翼で、もうルルがおる場所までは、パーっていけるけん。戻ろう。どれやっけ？時の歌。これそのままやればいいんやっけ？右へ下、右へ下。うわ、またボサノバ引くんか。むずいんよな。はい、右、間違えた。右へ下、右へ下。OK？ 初日に戻りましょう。はい、戻ります。まあ、でも卵とかはもう全然助けてないけど、まあでもおそらく、まあこの神殿をクリアすればその他のこともうまくいくんやと思う、きっと。だって他のとこもね、最初の朝に戻った時点で、だってもうこれやろ、最初の朝に戻った時点でゴロンの町は今も苦しんどるわけやけん、こうって解決していって、なんか新たな道具が増えたりとか、なんか進んでいけるのはリンクだけなんよね。あ、ちょっと待って、もし次回始めた時にちょっとまた忘れとるかもしれんけん、今のうちにちょっと時の逆さ歌やっとくか。待って、下へ右、下へ右か。時の逆さ歌。時の流れを今より遅くしますか。はい、します。とりあえず時を戻したらね、これは一番にしとかんと危ない。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てか初日に戻ったけんさ、まだあれじゃない、ミカを生きとるよね。どうにかしてルルに合わせてあげたいけど、その辺はどうにもならん感じか。亡くなる運命は変わらんのかね。悲しい。